はい、西中金に、今来ております。ちょっとね、行きたい神社がありまして、あそこに、岩倉神社っていうのがあるんで、ちょっと前から気になってたんですよ。中金、金運があるかなと思って、西中金、金運って西じゃないですか。西がいいとされて、で、金って入ってますから、西と金で。ちょっとね、ここ気になってたんです。行ってみようと思ってます。岩倉神社だと思ってる郵便かとか。駅の名残があるんですかね。神がない。あ、これだ。なんか。ネットで見たけど、Google の口コミで見たけど、農村部隊っていう、本当はこれ、部隊やるんでしょうけどね、コロナとかなければ。すごいな、これ。しかし、すごいわ。すごい。ここだけだって聞いたけどな、多分、外でこういうのやるっていう神社は。ヒゲヒコなんかですかね。今出てない。出てないですね。で、お賽銭入れるんじゃないですかね。これもね、今使われてないんですかね。農村部隊っていうことで、本当はここでね、本当はイベントとかあると思うんですよ。舞台とかね、舞台があるときに来たいですけどね。こちらで、一応ね、この住所的には、中がね商店ですかね、西中金っていうことで、金運の、参拝しました。ロトの当選祈願しました。
はい、ちょっとね、本当前からね、ここ来たかったんですよ。いつも飛鳥八幡宮毎月、バスに乗って御朱印もらいに行ってるんですけど、そのついでで、バスの中から見えてたんでね、ここどうしても寄りたいなと思って、金運には間違いなくいいなと思って、果たしてどうなるかっていうところですけどね。すごいですよね、これずっと本当は線路だったんですよ。昔電車通ってたわけですよね。中金駅っていう、おそらく西中金駅っていうのが昔あったんでしょうね。もう懐かしいですね。自分の田舎の方も思い出しますね。なんか本当に線路ですからね、すごい。本日は以上です。